みんなが具体的に出せば来る。うん、あの店に行ってね、ずーっと黙ってても何も来ないのね。カツ丼くださいって言ったらカツ丼が来るんだよ。だからみんながどうなりたいのっていう、うん、どういう生き方したいの、どういう大人になりたいの、それをみんなが注文出してるっていう、それがね、すごい大事だと思います。ということでね、字が汚すぎて読めないんで、本当に世の中の全てのね、このビルだってそうだよね。こんな、これ地上200メートルぐらいあるんですかね。160、170メートルのビルを建て、170メートルだよ。100年前なんて想像できないんだよ。今みんながさ、当たり前に使ってる電話、世界旅してるやつ、旅好きが今日多いって聞いてるけど、旅行くとき飛行機乗るじゃん。これ作った人ってさ、飛行機なんて人が空を飛ぶなんて、空飛びたいんだよねって言ったら、バカ扱いされてた時代に、俺空飛びたいんだよね、人間が空飛べたら最高じゃないって言ってた人がいて、その思いがあって、そこに共鳴して出会いがあって、飛行機って出来上がったんだよね。うん、だからね、何か根拠があって、何か根拠が出来上がってから夢を考えたり、何か根拠があって何か発明ができてんじゃなくて、最初に夢があったり、最初に思いがあるの、そこに共鳴して最高の出会いができて、チームが出来上がるんだよね。だから本当にね、世の中って夢諦めたり夢叶えてない人多いけど、でもぜひね、みんなはぜひ人生1回だから、みんなドラマとか映画とか漫画とかで最高に夢叶えてる漫画とか見て感動してるでしょ、ね、だけど自分の人生というドラマにどう？主人公なんだよ、みんな。うん、そこで落ち込むみたいな、そこでくじけて終わんのみたいな、ね、みんなが人生っていうドラマを作ってる、みんな一人一人主人公なの。今日たまたま俺がこうやって前で偉そうに喋ってるんだけど、本当はみんながここに来る人なんだよ、みんながみんなが主人公なの。だからみんなが感動してるドラマ、映画、漫画あるじゃん、みんなもね、そこに感動するじゃん、自分の人生ね、っていうドラマをぜひみんなが本当に感動するようなドラマをさ、ぜひこれからね、みんな20代多いと思うんだけど、作ってもらいたいなと思うし、いろんなことあるけど絶対超えられないことは絶対来ないし、うん、試練っていうことあるけど、試練って試されて寝られるってことだよね。本当カリスマみたいにもしいたとしたら、みんなが夢に向かって行った時に試すようなことしてくると思うの。お前本気なの？でもそれでも超えてくるやつに奇跡が起きるんじゃないかなって思います。本当ね、今日も本当にこういう最高の場でみんなとね、こうやってこういう場を共有させてもらったのも、ちょっとでもね、なんかそのみんなの持ってる枠みたいな、うん、幼稚園の時ってみんな枠なかったじゃん、夢でかかったじゃん。でも20代になったらちょっと幼稚園より枠できたじゃん。それをぜひ今日はぶっ壊してもらいたいなと思って今日やりました。ということで、ムロとかね、うちの妹のあっちゃんとかゆうきとか、他にもぶっ壊れてるやつここにもいっぱい来てるから、そういう仲間と残り30分しかないけど、そういう仲間とぜひ入れて、最高に熱い、みんな一人一人主人公の最高のドラマを作ってもらいたいと思います。ということでね、今日の主催者のご挨拶でした。みんなグラス用意して、もう一回乾杯するぞ。残り30分飲みまくろうね。声がちっちゃいかもよ。